の子にチェス好きだったら出すってことですね。本日はね、最近来てるアップデートをね、とりあえずね、一回ここでまとめようかなっていう。で、そのまとめと、今日来たガチャ、これ回す。このガチャ、先に回すか。先にこっち二回回して、その後にまとめ喋るわ。いや、俺ね、今回ね、結構当たり多いと思ってて、個人的にね。まずペロスペロ、俺あと1体でレベル100なのか当たったら嬉しい。ウルティも88とかで全然強がらありがたい。シュガ71から確か。71であと1体で特性2の解放。で、稲妻持ってないでしょ。で、ゴールデンウィーク当たったら、普通にコーラになるからありがたくて、ペドロも確か80なかった、76とかだったはずだから、まあ、どれでもピックアップ当たってくれると嬉しい。オッケー、行こうか。まあ、言うて今回ね、6体ピックアップだから、まあ、そのうちの5体は当たり枠でしょ。オッケー、確率 50%。まあ、地下では1回は出てくれる計算。オッケー、ナイス。あー、まずい。あー、まずい。糸誰なんなら2枚引きとかしてくれるとめちゃくちゃありがたいんだけどな、個人的に。どう、ラスト。誰？ワンちゃん。あ？あー、お前か、久しぶり。一瞬わかんなかったわ、俺。オッケー、行こうか。一瞬誰かわからんかったわ。ごめんよ。いや、最近見つけてなかったね、あれ。おい、演出撮影、ガチャ、ガチャ。あー、けど14で黒。赤か、まあ。3マイナス？悪くなし。いやー、ピックアップなんか欲しいな。どう？この次でしょ？お、ピック、あれ、ナゴミンかな？あー、ナゴミン。はい、ということで、まあ、ガチャはね、まあって感じの結果だったんだけど、とりあえずこれ、全世界 1.2 億ダウンロードってことで、また石50個プレゼント。やばいよね、バウンティ。だってさ、多分1ヶ月、2ヶ月ぐらい前にさ、1.1 億ダウンロード突破だったじゃん。早くない？ペース。すごいね、ありがとうございます。いや、俺のゲームではないけど、ダウンロード数が増えてない、嬉しいね。で、それに付随してこっち、ログインしてたらダイヤだったりポイントがもらえる。で、このポイントっていうの、この金塊使ってここが交換できる。まあ、これでダイヤだったりとか、百獣海賊団とかそっち系をがっつり交換できるから。あ、で、俺のおすすめはマジでここ。いや、これね、できる限りみんな全部やった方がいいと思う。これやってから、まあ、ダイヤだったり、他のやつに行くのがいいんじゃないかな。やっぱね、オバブで他の人と差をつけたいってなると、結局、配布キャラだから差をつけるのは、結構大事だと俺は思ってる。はい、そしてカイドウの復刻。まあ、一番の目玉はカイドウなんじゃないのかな、やっぱり 1.2 億ダウンロード記念。で、カイドウが、ここ、何枚だっけ ?70 枚か。70枚で確定で、2100円だっけ。あぶねえ、パチコクとこだった、俺。そう、2900円を、7枚全部買ったら大体2万1000円。うん、2万1000円。多分ここで混ざったんだな。大体3000かけ7だもんね。2万1000円ぐらいやったらカイドウ1体。まあけど、カイドウの性能考えたら俺腐んないと思うから、お金ある人は全然買っていいと思う、ここで。ありだと思う。サポートにしても強いしね、カイドウは。はい。で、さっきのに比べたらちょっと入手性減るけど、一応ウィンターの第2弾。俺がさっき回したガチャの、そうだね。はい。そして、大目玉。ここ、まあ、別に記念ってわけじゃないんだけど、チャンピオンシップが開催中。まあ、誰かね、応援したいチームとかあったらね、みんなで、ね、頑張ってね、応援してあげて、本戦とかになったら配信する人も結構増えるんじゃないかなって気がしてる。はい、ってことで、まあ、今回はこんな感じかな。まあ、とりあえずでかいところはカイドウとチャンピオンシップかな。まあ、チャンピオンシップは前々からだったけどね。いや、これカイドウさ、いやけどカイドウが来たからっていう理由でめちゃくちゃリセマラする人増えそう。まあ、一人でもいたらね、裏取りに行けるしね、強いからね、もしよかったら持ってない人は引いてみてね。あ、けど待って、引かずに次の超フェスまで耐えるのも手かも。まあ、自分で決めて、ありがとうございました。バイバイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。今ね、ここに出てる動画もね、面白いはずなんでね、他の動画とかもね、探してみてもらえると嬉しいでございます。ショート動画だったりとかの TikTok の方にもね、時々投稿するから、もしよかったら。で、リクエストとかあったらコメント欄へ。ってことで、じゃあまた次の動画で、次の動画、まあ、ライブなり他ので、バイバイ。